皆さんこんにちは、すずです。今回は謎に包まれた冥王星へお連れします。冥王星があるのは地球から平均で58億キロメートルの場所。時速300キロメートルの新幹線では2200年もかかります。現在冥王星は太陽系の準惑星というものに分類されています。準惑星とはその名の通り、惑星っぽい見た目なのに惑星ほどの影響力は持っていない天体のことを言います。皆さんもご存知のように、かつては冥王星も惑星と言われていて、太陽系の惑星の数は水星から冥王星までの9個と答えるのが正解でした。しかし2006年に惑星の定義が見直され、冥王星は格下げ、準惑星に。この時に決められた惑星の定義は、太陽系の周りを回っていること、丸い形になるだけの質量、重力があること、周辺で断トツで大きく、他の同じような大きさの天体の軌道を変えて排除できるほどの存在であることとされましたが、冥王星は3番目の条件を満たすことができませんでした。冥王星の付近には冥王星と同じような天体や冥王星よりも大きな天体が次々に発見され、その数は1000個以上にも上りました。冥王星の直径は 2300km、 日本の南北の長さは 2787km ですので、それよりも小さいサイズということになります。地球と比べると5分の1以下、月よりも小さいのです。そして冥王星の軌道を見てみると、他の惑星とは異なることがわかります。こちらは1850年から2097年まで冥王星の軌道をアニメーションで表したものです。真ん中にある黄色い点が太陽、オレンジ色が土星、水色が天王星、青色が海王星、そしてピンク色が冥王星です。他の惑星の軌道よりも楕円形で傾きがあります。かつては太陽系の惑星と言われたものの、他とは明らかに異なる冥王星。そこにはどんな世界が広がっているのでしょうか。冥王星に初めて探査機が接近したのは2015年、つい最近のことです。2006年に打ち上げられた NASA のニューホライズンズです。現在地球から最も遠い場所にいるボイジャーも冥王星に訪れることはありませんでした。ということで、今回はニューホライズンズが撮影したものを中心に見ていこうと思います。その前に、ニューホライズンズ以前に撮影された冥王星をご紹介します。こちらは今から93年前の1930年、アメリカにあるローウェル天文台で撮影された冥王星です。この2枚の写真から冥王星が発見されました。左が1月23日、右が1月29日の写真です。矢印の先にある小さな点を見てみてください。23日から29日の間にほんの少し移動しているのがわかると思います。気が遠くなるような作業ですが、93年前にこの2つの写真を見比べたことで、動いている点、冥王星を発見することができました。こちらは2003年から2004年にかけてハッブル宇宙望遠鏡が撮影した冥王星の回転画像です。遥か遠くの銀河を映し出すなど輝かしい成果を残してきたハッブルですらこの画質です。ぼんやりとしています。画質が悪いようにも思えますが、それまでの冥王星の画像の中では最も鮮明に映されたものでした。冥王星は遠くて小さいため、
ハッブル宇宙望遠鏡で撮影するのは 70km 先にあるサッカーボールのマークを見るのと同じくらい難しいのです。冥王星探査の難しさを実感できる一枚です。こちらは2018年に公開されたこれまでの冥王星観測の歴史を表したものです。最初のモザイクのような画像は1930年のもの、それから1990年代のハッブル宇宙望遠鏡、2015年のニューホライズンズが撮影した画像へと移っていきます。ぼやけた画像が多く、冥王星はこれまではっきりと姿を捉えることのできない謎の天体であったことがわかります。ニューホライズンズが到達するまでの冥王星は、遥か昔に活動を終えた死んだ天体、そしてクレーターだらけの天体だと思われていました。しかしニューホライズンズによって天文学者の想像を超える驚きの姿が明らかになったのです。それではニューホライズンズが撮影した冥王星を見ていきましょう。こちらはニューホライズンズが打ち上げられてから8ヶ月後に撮影されたものです。9月21日と24日に撮影されました。冥王星が移動しているのがわかります。後ろには星が密集しています。冥王星はとても小さく、遥か遠くに存在しています。ここから2015年の観測を目指し、9年をかけて冥王星へと向かいます。そして2015年夏、そろそろ冥王星に到着です。遠くに冥王星、そしてその周りを冥王星の月のような存在、衛星カロンが回っています。こちらは到着前6週間にわたって撮影された100枚以上の画像から作られたものです。もともとは白黒の映像ですが、他の写真で得られた冥王星の実際の色を重ねています。オレンジ色っぽく見えますが、人間の目で認識できる色としてはこの画像の色が最も近いと言われています。冥王星最接近の数日前には、冥王星と衛星カロンの様子が綺麗に撮影されました。こうして見てみると、色の濃い部分や薄い部分があるのがわかります。冥王星の表面はどのようになっているのでしょうか。冥王星の姿を見たときに、まず目を引くのはハートの形をした部分だと思います。ここは冥王星を発見したプライドトンボーに由来してトンボー地域と言われています。見ての通り明るい色をしています。冥王星の明るい地域の中では最大で、全長は 1590km、 だいたい青森から山口くらいまでの大きさです。2015年7月14日、ニューホライズンズがトンボー地域を捉えていました。冥王星に最接近してからわずか15分後、太陽の方を振り返り撮影しました。ザクザクとした険しい氷山とつるっと平らな氷の平原を捉えています。冥王星の表面は氷で覆われていたのです。ほとんどがメタンや窒素の氷です。表面温度はマイナス230度、極寒の世界が広がっています。右に見えている平らな部分はトンボー地域にあるスプートニク平原。氷の厚さは 4km。 40億年ほど前、100から 300km の天体が衝突し、薄くなった表面に氷の層が作られたと考えられています。こちらはスプートニク平原と山脈の境目を近くで撮影したものです。平原部分はブロックに分かれ、六角形のような形をしているのがわかります。不思議な形をしていますが、実はこの形を調べることで
これまで想像もしていなかった事実が発覚しました。それは冥王星は生きているということ。遥か昔に活動を終えたと考えられていた冥王星ですが、今も冥王星の内部では活発に活動が行われ、その証拠が表面に現れていたのです。こちらはいくつかの画像を組み合わせたものです。表面はクレーターがなく滑らかでとても綺麗です。詳しく観察すると、それぞれのブロックの中心部はわずかに高くなっていたことが分かりました。これは冥王星の内部の熱によって温められた窒素の氷の対流が原因だと考えられています。対流はお粥を作る時の泡立ちでイメージすることができます。お米を温めると表面に分割された泡が出来上がり、ブクブクと盛り上がります。反対に火を消すとその泡は潰れてしまいます。お粥と同じようなことが冥王星でも起きていて、ブロックの中央付近には温かい氷が上昇、一方ブロックの境目では冷たくなった氷が沈み込んでいると考えられました。またこちらの画像ではブロックの質感も確認することができます。画像の中の明るい領域は比較的滑らかな質感、逆に暗い領域は粗い質感を持っています。こちらの画像では矢印の方向へ氷が流れ込んでいるようにも見えます。このような動きによってスプートニク平原の表面は50万から100万年で完全に入れ替わるといいます。冥王星はまだ活動していたのです。太陽から遠く離れた小さな氷の天体でこのような活動が起きているとは、ほとんどの天文学者は予想もしていませんでした。現在のところ冥王星の内部はこのようになっていると考えられています。表面の下には氷でできた地殻、中心には岩石の核、そして地殻と核の間には液体の水でできた海があります。地下に海があるとは驚きですが、こちらの画像では表面に浮き出てきた水の氷を観測することに成功しました。青色の部分が水の氷ですが、表面全体に広がっています。明るい色になるほど氷の濃度が高いことを表します。ただハートの形をしたスプートニク平原には水の氷の反応が一切出ていません。これはスプートニク平原の表面はメタンや窒素でできた分厚い氷で覆われていることを表しています。こちらはまるで冥王星の上空を飛んでいるかのような映像です。ニューホライズンズが取得したデータや画像をもとに作られました。地形の起伏については分かりやすくするために2倍に誇張されています。先ほどのスプートニク平原の左側にはクレーターのたくさんある地域、クトゥルフ王斑があります。全体で見るとスプートニク平原の左下、クジラのような形をした暗い場所です。この領域は大昔、冥王星に巨大な天体がぶつかった痕跡だと考えられています。巨大な天体がぶつかることで表面の温度は50度以上にまで上昇し、数ヶ月以上にわたって加熱、もともとの冥王星の表面温度はマイナス230度ですので、周囲に比べればかなりの高温になります。もともと冥王星に存在していた物質が化学反応を起こし、このような暗い色になったのです。北へ進むとボイチャー大陸が見えてきます。冥王星の北側です。その後パイオニア大陸へ。パイオニア大陸の横にはハヤブサ大陸という場所も存在しています。日本の探査機ハヤブサに敬意を表してこのように呼ばれています。
単ではありますが、冥王星の表面を見てきました。これまでの宇宙探査の歴史の中で、初めて冥王星に接近したニューホライズンズ。冥王星から12000km の場所にまで近づくことができました。地球から9年もの時間をかけて冥王星に会いに来たわけですが、最接近できたのはわずか8分でした。こちらはニューホライズンズが冥王星へと向かう様子を表したアニメーションです。ニューホライズンズは冥王星のそばを通り過ぎることしかできませんでした。惑星を調査してきた探査機は、目標とする惑星の周りを回りながら調査をします。例えば、土星探査機カッシーニの場合は、13年間にわたって土星のデータを集めてきました。それに比べて、冥王星探査は一瞬で手抜きなのかと思ってしまいそうですが、そんなことはありません。冥王星のように小さくて、また遠いものを探査するのはとても難しいのです。こちらは冥王星最接近から3時間半後。冥王星に別れを告げるかのように20万キロメートル離れた場所から振り返って撮影されました。背後から太陽に照らされ、周りには青くて美しいもやを見ることができます。これは冥王星の大気に含まれるメタンなどの分子が太陽光と反応して生まれたと考えられています。ニューホライズンズは冥王星を探査した後もまだまだ旅を続けています。2020年12月25日には遠く離れてはいるけれど共に宇宙を旅する仲間、ボイジャー1号の方向にカメラを向け、このような画像を撮影しました。黄色い丸で囲った部分がボイジャー1号がいるであろう場所です。もちろんボイジャー1号の姿を見ることはできませんが、共に宇宙を旅する仲間を感じる一枚です。遠い宇宙を漂う数少ない人工物です。画像に映っているほとんどの光は星ですが、ぼやけているのは遠くにある銀河です。これまで未知の天体だった冥王星には氷の平原や地下には海が存在していたりと想像もしていなかった世界が広がっていました。太陽系にある冥王星ですら実際に近くで観測するとこれだけ予想外の姿が明らかになるのです。となるとこの広い宇宙ではこれまでの常識や観測結果が覆るような天体がたくさんあるのかもしれません。私たちが見ている宇宙は本当に宇宙の中の一部分でしかないのだと実感させられます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。最後に豆知識ですが、ミッキーの愛犬ブルートの名前は、冥王星ブルートが由来だそうです。ブルートのスクリーンデビューの年が1930年、冥王星が発見された年でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。